皆さんこんにちは、倉敷の KJ です。今回はバスクシャツの定番といえばこちらセントジェームスウエストのサイズ比較をしていきたいと思います。今回サイズですね T5 から T7 を用意いたしました。僕の体がちょっと大きいため用意したものもちょっと大きめになってしまって申し訳ないんですけれども、昨今オーバーサイズなども流行っているので大体のサイズ感などをね把握していただければなと思います。セントジェームスのサイズはフランス表記になっていてパッと見分かりにくい部分もあると思いますので、今から購入を検討している方や新しくね買い替えようと思っている方はぜひ参考にしてみてください。それでは早速いきましょう。ということで来てました、ウエストのサイズは T5 ですね。でちょっと下も黒のパンツなので境目が分かりづらいかもしれないんですけど、ちょっと丈はこのような感じになってます。でウエストのサイズ表記で、T4 とか、3とかあるんですけど、 T4 が、だいたい M サイズで567につれて LXL、XXL みたいな感じになってます。で僕は基本 L サイズもしくは XL サイズをいつも着てるんですけれど、なんで今回の T5 は L サイズに相当になるんですけれど、ちょっと短いかなっていう感じです。ただ元々がその久保丈の作りになってるので、ちょうどいいっちゃちょうどいいかもしれないんですけど、個人的にはもう少し長くてもいいかなっていう感じがします。ちょっと小さい感じはするんですが、着方によっては全然こんな感じでもいいのかなと思いますね。だいぶ腕の可動とかも、そこまで苦しくもないですし、やっぱりもうちょっと袖があってもいいかなっていう気もします。でそもそもこのウエストンのルーツなんですけど、もともとはフランスとスペインの国境をまたぐバスク地方っていうところがあるんですけど、そこに住む漁師が愛用していたものがもともとの始まりになっていて、漁師なんで濡れてしまっても脱いだり着たりすることができるように、ちょっと横に広がったボートネックとやや幅広めな身留めが特徴になってます。あとはその作業中の機械にこう巻き込みを防ぐために袖もあえてくぶ丈にされてるっていうような感じですね。なので今の流れから言うとここら辺がちょっと窮屈な感じはするので、もうやっぱワンサイズ上でも全然いいのかなっていう感じはしてます。はい、では次に着てみました T6 サイズですね。で T5 から T6 に変わったんですけど、だいぶ大きくなったイメージあります。結構袖とかも2つや親指にかかるくらいの長さにはなってるんですよね。で身幅もだいぶ広がって、さっき言ってたここら辺もだいぶ、ゆとりができた感じします。で丈も結構お尻かかってるくらいになってるので、5から6 の, そのサイズ感の大きさっていうのは結構変わってくるかもしれません。僕が着るならこれで、オーバーサイズに着るなら7かなっていう感じです。で今回ご紹介するやつ、基本的には洗濯とかされておらずほとんど使われてない状態で、試着してるんですけれど、洗濯すると、大体2センチずつぐらい縮んでしまいます。なので中古品を買うときとか、あとは新品で購入して何度かね洗濯することによって縮んでしまうっていうことは、ある程度覚えておいた方がいいかもしれません。だいぶいいですね。ちょっと本当は無地を用意したかったんですけど、なかなかなくてちょっと膨大になってしまいました。サイズ感的にはジャストな感じがしますね。でセントジェームスのいいところ結構あると思うんですけど、個人的にこのボーダーもそうですし無地もそうなんですけど、いろんなカラーリングがあるのですごい合わせやすいですよね。コーディネート的にも合わせやすいんですけど、この生地感がなんかそのちょうどいいというか、例えばちょっと半袖で薄手の T シャツとか、長袖で薄手の T シャツってなるとちょっと寒いな、で逆にそのスウェットとかまで行ってしまうとちょっと暑いなっていう感じがするんですけど、暑くもなく薄くもなくっていう素材感、生地感になってるので、そのあたりは汎用性が高いアイテムですよね。はい、では最後に T7 のサイズを着てみました。T7 についてはおそらくなんですけど、本当最近出たサイズ感なんじゃないかなと思ってます。今まで見てきて僕 T6 が最大だったんですけど、今回 T7 を初めて見たんですね。まだちょっと調べてみたんですけど、本当にここ最近入荷したみたいなところがあったので、もしかしたら昔はなかったサイズ感かもしれないですね。で着てみたんですけど、確かにでっかいっすね。で袖も親指にかかってるくらい、ちょっと引いてやっと腕っていう感じですかね。 T6 よりも若干数センチ長めになってる感じします。で裾丈もお尻の半分ぐらいまでが来てるんで、だいぶ大きくなったなっていう感じがしますね。で元々はその靴丈っていう作りなので、間違ってはないんですけど着こなしの仕方としては長袖として僕なら着れるかなっていう感じです。ただ5から6
ていうそのサイズ感の大きさは結構うわすごいでかくなったって感じがしたんですけど、6から7に関してはそこまで大きく感じてはないかなっていう感じもします。このルーズな感じがいいですよね。ちょっとね今回ね4以下を紹介できなかったんですけど、まあなかなかないかなと思ってご紹介できたので、まあ、もしねサイズ選びに困られている方はぜひ参考にしてみてください。ということで今回はセントジェームスのウエストのサイズ比較をしていきました。もともとの作り自体大量になってはいるんですが、まあ、昨今のねオーバーサイズとしても着こなしやすく、さまざまなスタイルに合わせやすいアイテムになっています。何度か選択するとどうしてもね縮みが出てしまうので、そのあたりも考えながらぜひ購入を検討してみてください。このチャンネルクラシカではいいブランドいい商品を紹介していきますので、この動画が良かったと思っていただけたら高評価とチャンネル登録ですねよろしくお願いいたします。また買取クラシックという買取のお店もやっておりまして、今回ご紹介したセントジェームス今回買取しております。動画説明欄にホームページのリンクを載せておりますので、気になる方はぜひ覗いてみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。KJ でした。